ブラックマジックさんのブースやってまいりました、はい、話題の、ね、マイクロカラーパネルの方が、はい、日本語版と英語版が、ね、両方とも揃ったということで、まあ、私はナブの会場の方でも、ね、散々あの教えてもらったんですけれども、リュウさんこれ初めて現物は見ますね、はい、というか導入をすごく考えているので、はいはいはい、はい、これね最高に楽しいデバイスなんで、はい、聞きたい、これをねあのちょっと岡野さんからギュインさんにレクチャーいただいて、はい、ダヴィンチの沼に引き込もうと、そういう動画でございます、うん、はい、ということであのカラーパネル導入迷っている方はね、ぜひこの動画見ていただいて一緒にレクチャーを受けていただければと思います。ということで岡野さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいマイクを渡される。カラーページは使われてますか、はい、もちろんです。じゃあもうこの辺はご存知ですね、リフトガンマとか、はい、分かります、はい、であれば話は結構早くて、はい、これがもうまさにリフトガンマゲインの、はい、まあ、ボールと、リングダンスでちょっと回してもらって、ここも動くんやん、ここのマスターホイールがそこのリングダンス、おなんで明るさがそこで変わるんですね。はい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 、でこれで色々と、はい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 、なるほど、今こっちの映像変わってます。あはあはあはあ、はい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 、っていうかね手触りがすげえいい、何これめっちゃいいっすよね、この重みでちょっとこう感性がかかるこの感じがすげえいい。これを見つけるのがすごい大変だったらしいですよ。結局大きいやつだったらいくらでもあるんですけど、はい、この小ささでこの感度というか、はい、この精度はなかなかないんですよね。これはいじりたくなるやつですね。ガジェットとしての完成度が、うん、あほど高いんですよ。でしかも多分今この後ね説明してくれると思うんですけども、はい、この単純にグレーディングカラーをいじるだけではなくって、カラーページの例えばこう、はい、被写体のトラッキングをねちょっとやってみたりとか、そういうあらゆる操作が、うん、結構ここでほぼ全部できる。被写体のトラッキングとかできるんですか。今ここカラー作ってね、はい、でノードを加えます。あノード加えました、はいはい、で新しいノードでじゃあ何をやろうということで、ウィンドウを載せましょうか、アットウィンドウというのがあります、はい、でそのとウィンドウが載って、はい、シフトをしながら動かすとそんなことができる、はい、あこれが普段は、はいはい、リフトガンマ原因なんですけど、うん、こんな感じでこういうのができちゃう。はい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 、アスペクト変えたり、はい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 、でトラッキングは、はい、あ来ましたね、で、はい、今 すごい遅いけど、うん、そうトラッキングしてるんですね今。ほんまやページが開いてないのにトラッキングしてるぞ。このトラッキングですね、トラッカーが動いてるわけです。なのでまあ普通にあのいつもならこうマウスで調整したりとかってあるんですけど、はい、それをせずにここだけで今やっちゃいましたね。あーだからマウスにもなるんだね、これをしながら。だからでウィンドウももちろんさっきより変えられるし、はい、あと、はい、アスペクトが変えられるのも面白くて、アスペクト、あー来た、でこれで今アスペクトが変えられるんですね、はい、だからこれでなんかこの人を真ん中に寄せてきたりとかっていうのがここでできるので、ウィンドウとこっちですね、こっち拡大ですね、これはね。あトラックボールになるんやから、これをしながら行くと。だから意外とここが裏メニューがいっぱいあるんですね。はい、でこれでまあ普通にやればまたここで調整ができる。で離したら普通の色になるんですね。そうです。はい。これは、リフトガンマゲイン、オフセットがないっていう。オフセットですね、ここにあるんですよ。あこれがオフセットになって、でこれでオフセットが今動いてますね。ああ、ほんまや。で、こっちは何かというと、ティントと色温度。はい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 、はい。ここで色温度をここで簡単にいじることができるので、うん、この辺も早いですよ、ね。で、今選ばれると緑になる。はい。うん、で、これはもう、はい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 。入れてたりしてます。でハイライトサチュレーションヒューっていうのはなんかこの辺のやつか、この辺が全部これでこう動く。カラーブースト、はいはいはい、シャドウ、は
イライト、サイド、ヒスト、ヒドミックス。そう、例えばコントラストピコットってこれ連携してるんですね、はい、でもこっちだとマウスでしか使えないんですけど、はい、これ両手でできるんですね。コントラストをどこに中心点を置いていくかみたいなこともできるんで、両手でこうやっていけるし、両手で、ここの調整両方をね、うんうん、コントラストを開いていくみたいなことができるんですよ。これはなんか意識せずに、なんか絵だけ見て感覚でカラーできそう。でプロのカラーリストの方って絶対にこれでやってないですね。キーボードの調整をやって、うんうんうん、絶対みんな何かしらのパネル使ってるんで、はい、やっぱりもうこれはあった方がいいですよね。色塗ってる感覚になるか。あ、再生、あ、これかめちゃいいやんめっちゃいいやん。これを導入すると、うん、ラット無限に製造するマシン。多分ユイさんそういうこと使っちゃう。これはカラーグレーディング対応してるな。っていうか、あの日本語があるのすごくないですか。そうそうそう、これねすごいっすよね。日本語シールじゃないです、うん、シール別製品、別製品。これはめちゃ分かりやすい。しかもこれが、うん、まあ、英語版がベースなんですか。各国版がある。へえ、韓国語版とか、うんうんうん、韓国版とか、うんうん、スペイン語とか。これは流行るで、うん、これは流行るで。意外とというとあれですけど、キッチンタイムさんって結構日本語版人気なんですね。日本語版意外と。いや俺も多分でも日本語版買おうと思います、うん、普通に。それはだってもう、まあ、スタイリッシュですけどね。たまにちょっとダサいって言われるんですけどだけどでも分かりやすいです、ね、分かりやすいわ、うん、いいすよ。まあ導入としてはこっちでしょ、うん、Bluetooth で。そうです、 Bluetooth でつながります。 USB カードで接続です、はい、どうですか。これはスタジオ、ダヴィンチリゾルブスタジオはついてこないですよね。ついてこないですよね。ついてきたら傘時計に買わせんのになこれはいいな。だいぶギュインさんもダヴィンチの沼にハマってます、うん、いやもうだいぶできるようになってきてるんで僕。昨日伺った話で、あのクラウドも使っていただいてたんですよ。そう、嬉しかったですもうそこまで行ってんだって、ね、そうなんですよ。クラウド行ったらもう結構な、僕そうめっちゃいい、本当にご自身が素晴らしい。そうそうそう、いやあれあんな便利なもんないですからね。うん、めちゃめちゃ便利ですね。ちょっとじゃあもう日本語版を僕は1個導入しようかなと思います。ご予約入れときます。はい、よろしくお願いします、はい、ということでギュイン徳川さんをダヴィンチの沼に引きずり込む動画でした、はい、マイクロパネルめっちゃ楽しんで、ぜひ皆さんも使ってみてください。あ、さあということで、マイクロカラーパネルのですねコーナーの方ではギュイン徳川さん出ていただきましたけれども、ピクシスはちょっと私紹介させていただきたいと思います、はい、日本では多分初展示、ほぼ初ですね、はい、初展示ということで、あのブラックマジックデーにはねまだ間に合ってなかったピクシス、まあ、ナブにはね出てましたけれども、L マウントモデルがこちらの方に出ております。なぜ BMCC6K と絵的には同じなのにこいつこんなに人気なのかと、岡野さんもね若干疑問視しておりましたが、あのねやっぱりねかっこいい。そう、まずこれですよ。ガジェットの所有欲を非常に満たすこのフォルム、かっこよくないですかこれ。かっこいいね、めっちゃかっこいいですよね、これね。で思ったよりちっちゃかった、うん、かなりサイズ的にはちっちゃいですね、うん、そしてねこのファインダー、この EVF が、まあ、語彙力ないんですけどめっちゃいいんですよ。めっちゃいいね、非常に見やすくて、うん、あのなんだろうな、他のカメラで使いたいって人がいっぱいできます、うん、いやでも本当そう、このカメラのこの液晶を見てる感覚、それからこの自分の目で見ている感覚で覗けるという、なんか全然その違和感がないんですね。多分みんながビューファインダーに求めてるものがここにあります。30万円はね安すぎますよ。いや本当にどことは言わないですけど、いわゆる ENG とかに使われるような、EVF ってもっと本当に、ね、下手すると100近いものとかもやっぱあったりするんですよ。で引けを取らないというかね、すごく、まあ、手頃な価格、手頃な価格って言っていいんだろうか、30万が手頃かどうか分かりませんけど、この品質としては本当に手頃だと思いますし、まあ、ピクシスとこう組み合わせても USB だけでいくんですね、これ。それもね、それも
味が分かんないです。なんでこれだけでいくのか。疑心暗鬼に陥る代物がここにありますけれども、本当にね、このコンパクトなシステムでぜひね、私も撮影運用してみたいなと思います。これ流通というか発売はいつ頃になるんですか。いや、完全に見ている完全に見て完全に見てまだベータなんですよこれ。いろいろメニューが触れなかったです。あ、そうなんだということで、まだね、カメラ自体も、メニューがまだベータ版ということで、本当にようやくね、サンプル機の方が出てきたという段階なので、まあ年内に皆さんのところに届けばいいのかなと、本当そのぐらいのスケジュールになっちゃうかもしれないんですが、まあ、確実にね、発売はもちろんされますので、楽しみにお待ちいただければと、そういうカメラになっております。私も本当に早くこれを使って、ちょっとがっつり撮影やってみたいですね。すごい楽しいカメラになっていると思いますので、まあ、続報をお待ちいただければと思います。インタビューのタイミングではもうちょっとね、細かく触れるんじゃないかなということで、期待しまして、この動画を締めたいと思います。ということで、ブラックマジックデザインブースからピクシスのご紹介でした。